東京シリーズとは2015年から行われている東京都に本拠地を置く日本プロ野球のチーム東京ヤクルトスワローズと読売ジャイアンツとが対戦する試合で行われる企画の故障である。ここでは巨人とヤクルトの対戦についても記述する。2005年オフ、ヤクルトスワローズは東京都での地域密着を目指し東京ヤクルトスワローズと改名した。 それを機に、同じく、東京を本拠地とする読売ジャイアンツとの試合を、東京ダービーと表現するようになった。主にヤクルトフジテレビ側が、東京ダービー、巨人、日本テレビ側が、メトロポリタンシリーズと呼んでいた。2015年3月1日、ヤクルト、巨人両球団は、東京シリーズの企画を発表。 対象試合は2015年4月10日から12日24日から26日で、主な企画内容として、両、チームとも胸に、東京の文字が入ったユニフォームを着用する。ヤクルトは緑を基調とした特別ユニフォーム、東京つばめパワーメントユニフォーム、巨人は胸に、東京の文字が入った、ビジターユニフォームを、ホームゲームでも着用する。2015年、 2016年の東京シリーズで使用されたビジターユニフォームを着用する巨人。安倍晋之助2017年から2019年までの東京シリーズで使用されたビジターユニフォームを着用する巨人。岡本和馬2017年の東京シリーズで使用されたツバメ。パワーメントユニフォームを着用するヤクルト女子ルーキ2018年の東京シリーズで使用されたツバメ。 パワーメントユニフォームを着用するヤクルト、石山康七子の企画は2016年以降も継続して実施され、ホームアウェイで1カードずつ行われている。またヤクルトのツバメパワーメントユニフォームは、毎年デザインの変更が行われている。2020年は、ホームアウェイ1試合ずつの計2試合となり、対象試合数が減少した。この年の巨人は、 ホームゲームにおいて白地に東京の文字が入った特別ユニフォーム、東京ユニフォームを着用した。ヤクルトが東京ヤクルトと改名した2006年以降のレギュラーシーズンにおける成績。ありがとうございます。